三奪者め、この武器が相手だ。今だ、武を。しばし殿、ご無事か。受信場は制圧いたした。あとはお任せあれ。おい、私を受けるのならばな。敗走します。自分に追撃の任務をお与えください。捨て置け、まだ階級点が残っている。奴を撃てればこの乱は収まらない。どの援軍が現れるのか引き入れる。おそらく手を。やはりこの混乱をついてきたか。だが想定内だ。頭を潰し早急に追い払え。なるほど、手本として私に習いましょう。では受信を奪い返されよう。火星に向かうぞ。ここは通さん。
せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。しばしのお顔の色が優れるようでした。よもや文王から受けた焼き皿。大事ない。私はこのようなところでは倒れぬ。ままならぬものがある。染みついた忠説ですか。そして天命だ。しばし殿。天下の頂点はしばしの手からすり抜けた。関宮剣文金の反乱は鎮圧したものの、しばしは陣中に倒れる。覇気と才能に恵まれた天才の命はもはや風前の灯火であった。しば資源、ただ彼には天命のみが欠けていた。兄上。バカめ、お前には洛陽の守備を命じたはずだ。いや、来てくれてよかった。義の怨念に傷をつけられ、義の忠説に傷をえぐられた。
迫らぬことだ。これより我が権力をお前に渡す。あとは好きにするがいい。無責任ですよ、兄上。どこかで聞いたセリフだった。